はい。皆さん、こんにちは。ワンダーリグルビージです。では、今回は、提督の決断法、パープキット PS2 版、日本軍プレイの続きを、やっていきたいと思います。で、今回は空母、使用禁止というね、縛りを設けてプレイの方をさせていただいていますが、まあ、その縛りもあってですね、前回ハワイ攻略を行ったんですけども、このハワイ攻略戦がですね、いいところまで行ったんですが、まあ、残念ながら攻略に至らずということで、帝国軍は撤退しています。しかも、大損害を受けての撤退ということで、出撃した戦艦を、すべて喪失というね、かなり厳しい結果になっています。で残っている艦隊、まあ、駆逐艦と軽巡ばっかりになるんですけども、これで再度、このハワイに攻撃を仕掛けた場合、実はリハーサルを行いました。アメリカ軍はですね、ここにさらに6個艦隊投入してくるので、正直、駆逐艦と、軽巡と、まあ、プラス潜水艦隊を出撃させたんですが、この戦力では攻略はできません。なので、一度、艦隊を立て直します。で、立て直すにあたってなんですが、お金、鉄、これは十分にあるんですけど、時間がないんですよね。なので、本当だったら戦艦をね、建造したいところなんですが、今回は、戦艦ではなく、従順を数揃えていきたいというふうに思います。では、艦隊再編していきます。はい。ではね、艦隊を再編してきました。ハワイ攻略の前から、建造開始していたヤマト型の4番艦、アワ。これを第一艦隊の機関として山本五十六大将に乗ってもらっています。以下、従順は青葉型のものですね。なので火力が少し落ちるかな。ごめんなさい。もがみ型の従順ですね。火力が少し落ちるかなというところなんですが、まあ何も、搭載していないという状態よりかはね、火力は出るかなと思いますので、一旦、この編成でいきます。戦艦1、従順9、軽巡4、駆逐2という第1艦隊。そして、第2艦隊の方が、もうここにはね、戦艦残念ながら配備できなくてですね、同じく最上型の従順、6。で、あと、天竜型の軽巡10。そして、第3艦隊の方も同じくですね、最上型の従順。で、軽巡3になってますけど、この中には防空艦も含まれています。で、唯一生き残った揚陸艦もここに配備してあります。これで、ハワイ攻略に臨んでいきます。なんとかね、ハワイを取ってしまいたいなというところで、この一戦に、すべてがかかっていると、そう言っても過言ではない、状態かなと思いますので、まあ、なんとかね、攻略できるように頑張っていきましょう。では、ハワイ攻略戦、進めていきます。では、ミッドウェイまで艦隊到着しましたので、先ほどご紹介した第1、第2、第3艦隊投入していきます。で、このうちですね、駆逐艦だったものを、ミッドウェイに駐留していた艦隊から、軽巡を引き抜いて、軽巡の編成を少し増やしました。この火力でね、なんとか、ハワイ攻略できればいいかなと思います。で、今ハワイにですね、スパイが逮捕されてしまった状態なので、最新の情報はわからないんですけども、今第1、第2、第3とアメリカ軍の3個艦隊最低でも駐留しているのは確認してあります。なので、この3個艦隊プラスアルファというので、頭に入れてプレイの方していきたいと思います。最初にマラッカ海峡に敵艦隊やってきてますので、これの防衛戦からですね、サクッとやっておきましょう。では、艦隊を動かしていきます。まあ、飛行場があるので、飛行場のね、部隊で敵の艦隊を迎撃していくということになるかなと思います。はい。マラッカ海峡に侵入してきた敵の艦隊。これは迎撃、撃退しています。
被害が少し出てますので被害状況は確認しておきましょう。まず撃沈している敵の艦隊ですが、アメリカ軍第10艦隊、それと第12艦隊が侵入してきてましたね。第10艦隊の方からは正規空母1隻、サラトガですね、これを撃沈、さらに護衛空母3隻を撃沈してます。まあ、戦果は割と出ているかなと思いますね。味方の方は駆逐艦を全部で6隻失っています。ではここから本命のハワイ攻略戦、プレイしていきましょう。第1、第2、第3と、ご紹介してきている艦隊ですね、これを投入していきます。もちろん、夜ね、日没とともに出撃していきましょう。で、敵の艦隊は先ほどお話した通り最低でも3個艦隊プラス飛行場という状況なので、まあ、苦しい戦いになると思うんですけども、もうそろそろ本当に取っておかないと味方の艦隊の維持も難しくなってきているという状況なのでね、プレイしていきます。早速敵の艦隊と遭遇してますね。第2艦隊このまま直進、第3艦隊もこのまま直進しつつ敵の飛行場に向かいます。第1艦隊もこのまま直進します。第1艦隊が一番火力の出る艦隊ですね。大和型の4番艦が入ってます。まず敵の艦隊ですが、1、2、3、そのうち2と3を見つけてますね。第1艦隊がどっかに潜んでると思って良さそうです。いや、ここは敵の艦隊撃滅する絶好のチャンスですね。これ敵を三方から一気に包囲しているような状態なので、これ本当に未だかつてないチャンスだと思うので、このチャンスを生かしてぜひ敵の艦隊壊滅させておきたいな。ここに見えてる第2第3艦隊ですね、敵の第2第3艦隊、これは撃滅しておきたいな。第1艦隊も発見してますね。1、2、3と全ての艦隊を発見してます。第1、第2、第3艦隊とあるんですけども、第1艦隊はね、大和型が入ってるので足が少し遅いんですけど、第2、第3艦隊は30ノット以上出る足の速い艦隊になってるんで、今までと違ったね戦い方もできるかなと思います。今敵の第2、第3艦隊に味方の第1、第2、第3艦隊が攻撃を仕掛けてますね。画面中央に敵のこれ護衛空母かな、ヘルシティ捉えてます。あとその手前にレンドバもいますね、これも護衛空母だと思います。この辺りは沈めておきたいな、夜明け前に。戦艦アワ、まあ、これは大和型の4番艦ですけども、機関浸水で速度が出なくなってますね。撤退させましょう。まあ、撤退できるかという問題はありますけどね。第1艦隊このままだと動けなくなってしまうので、これはもったいないので進みます。アワを艦隊から切り離して進みます。よくよく考えたら前回のハワイ攻略戦で敵の飛行場を完全破壊しているので、6週間は飛行場稼働しないですね。今回だからギリギリ稼働してない状態かもしれない。であれば戦いやすいな。唯一の戦艦大和型の4番艦アワーは離脱済みです。敵の増援が来るかどうかなんですよね。第1第2第3艦隊がいるというのは確認済みなので、他にね敵の艦隊増援が来るかというと、今のところ増援の気配はないですよね。これはありがたいな。さあ敵の第1艦隊のお尻につきました。第1艦隊もね戦艦アワーがいなくなってるので足が速くなってると思います。了解。
了解。第3艦隊が敵の第1艦隊のね、まあ、行く手を阻むように進路を取って、前後から敵の艦隊を攻撃できる体制が整えられれば一気に壊滅できるかもしれない。敵の艦隊もね、足が速いですね。追いつけそうで追いつけないっていう状態なので、もうこちらは従順、軽順中心の艦隊なので、中距離、近距離で戦いたいんですけど、なかなかね、近づけてないっていう状態ですね。今回、第1、第2、第3艦隊、味方のですね、第1、第2、第3艦隊には低得砲でこれでもかっていうほどずらっと乗せてるので、攻撃時のね、命中率、精度は高いものがあると思うので、まあそういうものにもね、期待をしながら、ようやく第2艦隊が敵のケツにつきましたね。第3艦隊が並走して、魚雷を打ち込めれば一番いいかな。第1艦隊は戦力だいぶ低下していますが、ちょっと離れてしまっている敵の艦艇があるので、これの撃沈をしておきましょう。一隻でも水上艦が残っているとね、他の大部分を撃沈しても、その海域のね、攻略とならないので、取り逃しがないように潰しておきます。これ敵の増援はなさそうだな。となるとこれ残っている敵の艦艇、これを潰せればハワイが、取れる、そういう状況なので、何としても、ね、被害が出たとしてもこれは取りたいですね。敵の飛行場発見してますね。やっぱり敵の飛行場、ごめんなさい、稼働してそうです。なので敵の飛行場の攻撃に第1艦隊は向かってもらいましょう。第2艦隊は敵のもう一つの飛行場、第3艦隊で、敵の艦隊を潰しに行きます。幸い夜明けになりましたけど、雨が降ってくれてるので、この間にね、できるだけ敵の飛行場を削っておきたいな。3つ目の飛行場も発見してます。いやー、これで雨が止んでしまったので、敵の飛行場から航空機が飛んできますね。敵の航空機が飛び出してます。第3艦隊で敵の艦隊を追撃、第1第2艦隊は敵の飛行場の攻撃を続けてもらいます。まだね、全然残っちゃってますからね。第1艦隊の方に敵の航空隊が殺到している状態ですね、今。泡が変なところで座礁気味に、機関浸水で動けなくなってるんで、まあ、泡が敵の航空機を一手に引き受けてくれてるっていうね、そういう状態ですね。良くも悪くも。そしたら敵の艦隊との距離がちょっと空いてしまったので、第3艦隊も一旦敵の飛行場の攻撃に入ってもらいます。戦艦アワーが撃沈されましたね。まあでもよく持ってくれたな。その間に敵の第1飛行場は半分以上削ってますからね。陸戦隊は残念ながら壊滅してしまったので、敵の飛行場を破壊することを前提に、艦砲射撃で攻撃していきます。どの飛行場もね、大破をさせているので、いや、ごめんなさい。この飛行場は大破してないですね。2つの飛行場は大破、もう1つの飛行場は4分の1削ってるという状況です。安倍さんが戦死か。提督の補充っていうのがこのゲームではないので、死なれると終わりなんですよね。まあ、ただ今回は総力戦ということで、艦艇だけではなくて提督もね、総動員してるので、まあ、致し方ないところですね。雨が降ってきてくれた。これで一方的に殴っていきましょう。
では敵の飛行場は3つ破壊しました。残っている敵の艦隊ですね、これを追撃して、撃滅できればハワイが取れます。マップの南側に潜んでいるのは確認済みなので、この辺りにね、艦隊を差し向けましょう。撤退してくれたらね、一番嬉しいんですけどね。はい、残っていた敵の第一艦隊、これを殲滅してハワイを取りました。前回のね、ハワイ戦では絶望的だったんですが、今回は、まあ、戦艦がね、撃沈されてしまって太平洋で稼働中の戦艦ゼロという状況ではありますが、まあ、それでもハワイを取れたことの方が大きいですね。アメリカ軍の第1、第2、第3艦隊、そしてハワイの飛行場全破壊完了です。というわけで今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回まずはこのハワイの防衛、それとやっぱりね、艦隊の再建、これをね、行っていきたいというふうに思っています。いや、ハワイのね、ダッシュというのは、ここまでが、帝都の決断でね、日本軍プレイで難しいところなので、ここがクリアできると、この後少し余裕を持ってね、プレイできるかなというふうに思います。